内田恒夫は、厚生大臣、経済企画長長官、自由民主党幹事長を歴任した、政治家。山梨県全県区選出の衆議院議員。松本高等学校文科高類、東京帝国大学経済学部卒。1930年、大蔵省入省。関西局属。同期に、渡辺武志、河野和幸ら。 戦後経済安定本部財政金融局長、関財局長などを経て、1952年、山梨全県区から衆院選に立候補し初当選。当選9回。自民党内派閥は、高知会に所属。選挙区では、金丸新、中尾栄一らと競合していた。1970年1月、第3次、佐藤栄作内閣の厚生大臣として初入閣。 第2次、田中角栄内閣で、経済企画庁長,長官を務める。1976年9月、党内構想、三木おろしの最中、党役委員会選で、政務調査会長に内定するが、幹事長候補に提示された、松野雷蔵が、反主流派の猛反発を招き、内田が横滑りで、幹事長に就任する。内田は、党務のキャリアが乏しく、 幹事長ポストへの指名は予想外のものであった。しかも幹事長となれば、執行部の代表として自ら属する反主流派の太平派との対立を余儀なくされかねなかったため、就任に対して強く難色を示した。結局説得により引き受けることになったが、就任記者会見で、道を歩いていたら、マインホールに落ちたような気分だと思わず、心境をとろし、 マインホール幹事長と揶揄された。幹事長となった内田は、党の分裂を避けるべく、幹事長でありながら、幹の円満退陣を模索、事務局と、党則や議員総会規則などの研究を行った。結局、次期総選挙後の話し合いによる、新総裁選出という方針で党内をまとめた。12月の、第34回衆議院議員総選挙を、幹事長として仕切ったが、 分裂選挙に苦しみ議席を減らしたため三木は陣と共に執行部から退いた。最終的に自民党の分裂という事態は回避された。この選挙で同じ山梨全県区から自民党無派閥で出馬し初当選した堀内三雄男が内田の死後に高地下入りして派閥の地盤を継承している。1977年12月29日、死去。 衆議院での弔辞は、同じ山梨全県区選出の鈴木よしありがとうございます。